こんにちは、今日はですね、これをこのね編み方を紹介したいなと思います。こういう感じになんかハートが連なったような、何編みっていうのかはちょっとわからないんですけれど、ちょっと外国の方の動画を見てて、あ、面白い編み方だなと思って、ちょっと私なりに変えたりもしたんですけれど、この編み方をね紹介したいなと思います。これは毛糸で編んだので、マフラーには細いので、ちょっとラリエットのような感じでね、こんなレースとか、なんかこれはちょっと変わった糸なんですけどね、こういうのと組み合わせてネジネジして使っても面白いかなと思って、こちらね糸とねレースとをちょっと絡めてみたんですけれど、こんな感じで、ちょっとアクセントにねされたらどうかなと思って、これの編み方のね紹介をします。ちょっと面白いですよね。これはまあ単色ですけれど、段染めっていうんですかね、糸自体にこう編んでいったらこう色がこう変わっていくっていう、そういう糸でもね編んでも面白いと思います。はい、そうしましたら今日使う糸が波太ですね。波太の糸で、針が、午後ここにね書いてありましたね、この毛糸のね注意書きに従って、やったらいいと思います。これでねやっていきます。ちょっと今日は編み図は起こしてないです。その編み図いるほどでもないので、編み図起こしはしていません。普通に、ここに編み始めですね、編み始めのこういう風にします。そして、2目鎖編みを2目編みます。そして長編みを入れます。最初の目に戻ってここに長編みを入れます。今こっちが鎖でこっちが長編みになっています。それを向こうへやってひっくり返します。今こっちが鎖でこっちが長編みの裏目になっています。そして立ち上がりを2目入れます。そして鎖の方ですね、ここね間空いてるので、鎖の方に長編みを、8目入れます。1、2、3、4、5、6、7、8、8目入れたら、鎖を2目編みます。そしてここの、長編みの目、最初に編んだ長編みに目はね今裏向いてますけれど、長編みに戻ります。戻って引き抜き編みをします。引き抜き編みです。今こうなってますね。これをこっちへひっくり返します。ひっくり返して、こっち今裏です。ひっくり返して立ち上がり2目鎖編みを編みます。そしてここ最後のさっきのねここに編んだ最後の鎖2目に長編みを8目入れます。1、2、3、4、5、6、7、8目入れたら鎖を2目、そしてここ、これは
何だった、長編みだね。長編みのこの目に引き抜き編みをします。こんな風になってます。今そして次にこうひっくり返して鎖を2目立ち上がります。そして今の最後に編んだ鎖2目の中に長編みを8目入れます。2、3、4、5、6、7、8、8目入れたら鎖を2目入れます。そしてここの長編みの頭に引き抜き編みをします。この長編みは5個編んだところの8番目の長編みの目ですね。そこに引き抜き編みをします。はい、またひっくり返します。ひっくり返して立ち上がりを立ち上がりが2目。そしてこの鎖ね、最後に編んだ鎖2目の中に長編みを8目入れます。1、2、3、4、5、6、7、8目。8目入れたら鎖を2目、鎖を2目入れたらここ8目目の長編み、裏向いてますけどね、長編みに引き抜き編みをします。そしてまたひっくり返します。ひっくり返したら2目立ち上がります。そして今の鎖の中に長編みを8目入れます。もうこの繰り返しです。2、3、4、5、6、7、8。8目編んだら2目鎖編みを編んで、この長編みの頭に引き抜き編みをします。こういう感じでずっと縦にね、長く長くなっていきます。お好みのね、長さまで、編んだらもうストップしてもらったらいいと思います。ラリエットの長さがちょっと私もよくわからないんですけれど、160から70あればいいのかなと思います。首に1回巻いて垂れ下がるっていう感じですよね。これがね、これが160センチあります。このぐらいで、まあ、いいのかなと思いますね。そしてこれ1個で、これが何グラムだったかな、どこに書いてる、40グラムね、今40グラムですね。40グラムで並太で、まあ、その人の手のね加減にもよりますけれど、私の手で120センチ、1メーター20センチ編めましたので、まあ、お好みで、毛糸を追加、少しね1個では足りなかったので追加しました。そういう感じで好きな長さでね編んでみられたらいいかなと思います。こういう感じですね、はい。そしてですね、さっき言ってた色、毛糸自体にこういう段染めというんだろうか、なんていうんだろう、こういう毛糸で編むとこんな感じになります。これもまた面白いですよね、こんな毛糸。これはモヘアなんですけれど、中細ぐらいかな、モヘアです。
これでどのぐらい編めるかちょっと長さねわからないんですけど、ちょっとこれでも試してみてる途中です。はい、ぜひねこういう面白い編み方をね、見つけましたのでやってみてください。はい、ありがとうございました。